味しい？うまい。わかった。せーの。さあ始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。というわけで今回の動画は、今回はこちらのホットプレートを使って、うん、クレープを作りたいと思いまーす、ね、クレープさ、うん、甘い派しょっぱい派、うん、甘いやつがいいかな。俺やっぱりなおかず系も好きなんだよね、うんうんうん、というわけで、はい、今回は2種類作っていきたいと思います。ではレッツゴー、イエイ、いくよ。はい、1枚目投入します。はい、広げてね。うん、うまくいくかな。あ、綺麗な丸ができた。どうかな。難しい。まだ生地あるから、うん、あー難しい。あ、でもちょっと穴開いちゃったけど、うん、もういいかな。どう？いいんじゃない？いい、うん、ちょっと破けちゃった難しい。まあまあまあ、はーい、美味しそう。じゃあ続いて僕が、うん、やってみて挑戦しようと思います。はーい、はい、ほい。どうかな。あ、いい感じ、いい感じ熱いから気をつけてね。あ、すごい綺麗綺麗。うん、いいんじゃん、いいんじゃん。あー、すごーいすごーいね、うん、美味しそう。すげえ、俺より全然上手あ、美味しそう。これをどんどん作っていこうと思います。はーい、じゃあ作っていきまーす。いい感じ、はい、出た、ドヤ顔出たできたね。うん、はい、というわけで完成しました。しおちゃんありがとう。ありがとう。めっちゃ綺麗に焼けてる。うん、それでは盛り付けていきたいと思います。思います。イエイイエイ。何からいく？じゃあ俺しおちゃんに食べるやつ作ってあげる。甘いのがいい。うん。手でもいい？うん、いいよ。あ、最初生クリームかな。こんな感じだよね。うん、バナーナ。これもかける？うん、かける。あ、かわいい、うん、ポップ、ポップな感じで。はい、どう？いいんじゃない？完成しました。完成しました。はい、はい、じゃあ食べさせてあげる。できたやつを、うん、はい、あーん、うん、どう？うん、
クレープ美味しい、うん、よかった、うんうん、俺も作ってもらおう、うん、というわけで次は家でもクレープができるね。本当だね。うん。ツナ。ツナ。結構ね巻くのが難しいんだよ。あ、そうやって巻けばいいのか。あ、上手。くる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 。こんな感じですか。あ、美味しそう。はい、できました。はーい。うん。ああ。あ。大きいね。うん。うん。はい。おいしい？うまい！わかった。おいしい。うん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 。おいしい。おいしいね。すごい。どんどん。うまくできた。うん。どんどん作っていこうと思います。はーい。よし、完成しました。はい、完成しました。イエーイ。いや、うん、クレープのいい匂い、うんうんうん、食べたい。食べて。お腹すいた。うん、食べよう。うん、いただきます。いただきます。食べていいの？いいよ。うん、美味しい。うんうん、多分大丈夫。うん、うん、うまい、うん、この作り方とかは、うん、概要欄に貼ってるのでぜひあの、うんうん、皆さんもやってみてください。めちゃくちゃ簡単にできてます、うんうん、ね。というわけで、うん、この動画面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッターもお願いします。お願いします。ではまた。いいねー。チャンネル登録お願いします。かわいいねー。